こんにちは。今日のテーマは韓国と国交断絶する日です。僕は何も韓国と国交断絶しろと言っているのではありません。韓国には多くの日本企業が進出しているし、4万人の日本人が住んでいます。輸出入も多いんです。つまり国交断絶というのは現実的ではありません。ただこの徴用工、正確に言うと朝鮮半島出身の労働者の問題をめぐっては、このままだと間違いなく事実上の国交断絶になってしまいます。判決を聞いた安倍総理のありえないという突き放した反応は大変良かったです。河野外務大臣の毅然とした態度もいいです。この後に及んで韓国側は両国で知恵を絞って未来志向でなどと寝ぼけたことを言っていますが、この問題で日本にできることはもうないでしょう。日本政府としては韓国政府が日本企業の代わりに賠償金を払わなければ国際司法裁判所に提訴する構えです。もちろん韓国はこの提訴に応じないので裁判は開かれません。問題はこの後です。今回の新日鉄積み金はもちろん賠償金など払いませんが、資産を差し押さえられることはなさそうです。しかし今後の裁判で別の日本企業が負けた場合、事態は深刻になります。最高裁で判断が出ているので普通は負けます。その場合韓国内に資産があれば差し押さえられることになります。日本人はおとなしいので暴動を起こすとは思いませんが、この時点で日韓関係は間違いなく破綻するでしょう。政府は中韓大使を召喚します。企業は新しい投資をやめ徐々に撤退します。観光客は行かなくなります。韓国から日本人がいなくなるのです。韓国経済にとって大きな痛手ですが、日本も血を流すことになります。韓国が輸出している工業製品の特に精密な部品はほとんどが日本製です。これをやめれば韓国も困るが日本も困ることになります。しかし日本企業の資産が実際に差し押さえられたら、たとえ血を流すことはあってももうこれ以上韓国とは付き合えなくなるでしょう。事実上の国交断絶です。政治家、学者、弁護士など一部のトンチンカンな人たちが韓国に理解を示したり甘え顔を見せたりしていますが、さすがに今回は国民の理解は得られないでしょう。この事態を避けるにはどうしたらいいのでしょうか。韓国政府が今後同様の裁判を開かせないようにするのは無理でしょうし、賠償金を負担することもないでしょう。おそらく日韓関係は一旦破綻しないとどうしようもないと思います。そこまでやらないととても深刻さに気づかないのではないでしょうか。その先にしか日韓の未来はないような気がします。以上、本日の平井文雄の言わねばならずでした。